ンポン。あれは誰だ誰だ誰だ、あれはデビルデビルマン、デビルマン。うるせー、誰がデビルマンやねんお前は。さて、はい、デビルイヤーは地獄絵図。そこまでむごたらしい耳ではないわ。デビルチョップで空を飛び、羽を使え。デビルアローは超変態、濡れ衣ですね。ふう、何落ち着いてんねん。その仕事をやりきったかのような満面の笑顔をやめろ。実は、はい、今日はこんなものを持ってきました。なんやねん。題して、悪魔があなたの来世を教えてくれるそうです。診断。うるせえ、どういったものなの。名前を入れて診断するを押すと、悪魔があなたの来世を占ってくれるというものです。ほう、なかなか面白そうやな。でしょ、見つけてきました。お見て。はいはい、えらいえらい。まずはあかりちゃんからどうぞ。そうか、んじゃまあ遠慮なく。ほい、カルチャークイーンあかり。誰がカルチャークイーンだ、やめろ。カロリークイーンあかり。五感が似てるからいいだろうみたいな、その笑顔をやめろ。なんか変な来世になってしもたな。じゃあ次は先生や。よろしく。かしこまり。まあ今か先生ってことは、来世は神かミジンコですかね。二択の振れ幅大きすぎない？それは今のことです。自己分析の極み。いや、てかこれは来世も残念な人になるっていう意味やろ。ということは先生は来世でも先生のまま、つまりこれはいいね天才。いいねの天才。お耳がバカなのかな。このデビルイヤーをもってしてもよく聞こえないとは。まさかデーモンの仕業。ただの難聴やのボケ。